サッカーキングチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、佐々木香織です。この動画では今更聞けないトークンって何というテーマでお送りしてきているんですけれども、前回は南葛 SC さんのトークン活用方法をご紹介しました。今回は試合会場でトークンが活用されている事例を実際に見てみようということで、その様子をご紹介していきます。リアルの場で利用されているところを見ると、デジタル上のアイテムであるトークンのイメージもより湧きやすく、そしてより親近感を持って感じていただけるのではないかなと思っております。そして今回はゲストの方にも登場いただきます。池田沙耶香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、はい、早速ベルマーレのユニフォーム着てらっしゃいますけれども、はい、湘南ベルマーレアシスタントナビゲーターの池田沙耶香です。よろしくお願いします。お皆さんにイケピと呼ばれてるので。イケピ、はい、じゃあ今日はイケピさんと、はい、お願いします。よろしくお願いします。その湘南ベルマーレのアシスタントナビゲーターをされているということなんですけど、はい、どんなお仕事をしてるんですか？各スタジアムに DJ さん、スタジアム DJ さんっていうのがいるんですけど、はい、その方のサポートとして隣で喋らせていただいております。じゃあホームゲームはほとんど？あ、必ずいます。お、そうなんですね、はい。その湘南ベルマーレのアシスタントナビゲーターになったきっかけってきっかけは、おじいちゃんおばあちゃんがすごく湘南ベルマーレを好きだったので、このアシスタントナビゲーターの応募があった時に、募集があった時に応募していいかって言われて、はい、いいよ。おじいちゃんおばあちゃんが応募した、はい、こうあれですね、どっかのアイドル事務所のお姉ちゃんが応募しました素敵な佐々木香織の今更聞けないトークンって何？今日はこのトークンのイベントに行ってくださったということで、はい、ベルマーレトークンホルダーと作るスペシャルデーというものがあったんですね、はい、あったんです。7月16日に湘南ベルマーレ対、はい、アビスパ福岡で行われたレモスタで共に戦う、そして踊ろうスペシャルデーというイベントが、はい、あったんです。この時はホームゲームの様々なイベントを含め、トークンホルダーの皆様と一緒に作り上げました。で、トークンホルダーの方が試合当日に楽しめるイベントとかたくさんあって、はい、いくつか実際に体験してきたので、はいはい、実際にその様子を佐々木さんや皆さんと一緒に見ていただきたいと思います。はい、それでは早速イベントの様子を見ていきましょう、はい、せっかくなので V 振りをお願いしますちょっとすごく大先輩の前で緊張するんですけどもとんでもない。こうカメラに向かってお願いします、はい、はい。それでは VTR どうぞ。こちらはレモンガススタジアム平塚横のイベントブース。試合前でこの日は雨も降っていたんですけども、たくさんの人で賑わっています。私は一角にあるベルマーレトークの特設ブースへ取材に行ってきました。お、はい、こちらのフィナンシェさんのブースにやってまいりました。早速ちょっと渡辺さんにお話を伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。ここはどんなことをされているブースなんですか？はい、ここはですね、今日のですね、トークンマッチのコンサートであるフィナンシェのブースになっておりまして、はい、ここではトークンホルダーの方だったり、あとは新規ダウンロードですね、していただいて抽選会に参加ができるブースとなっております。はい、抽選参加いただくと、ご覧のように、湘南ベルマーレさんだと今日から言うと、トークンだったり、あとは今日ですね、限定の、ね、タオルマフラーだったり、はい、こちらオリジナル T シャツとタオルマフラーはベルマーレトークンホルダーの投票でデザインを決定したものです。みんなで決めたグッズで応援できるなんてまさに衝撃でしたね。 T シャツも可愛いし。そうなんです。1等は1名様で本日のサイン入り選手の色紙がもらえるというものをやっているんです。ではこれはできるんですかね。実はトークンを持っていて、はい、ありがとうございます。弾けるんですかね。あ、参加ぜひ、じゃあやってみますか。トークン購入してると参加できるんですか？はい、そういうことです。ということで全選手のサインを狙って、私も抽選会に参加しました。さあ、どうでしょうか。失礼します。4等やったー、トークンです。トークンやったー外れなしってことですか？外れなしです。当てました。4等でトークンがもらえちゃいます。
ということで3位は当たりませんでしたが、トークンをゲット。フィナンシャーアプリ内で応援コメントを投稿すれば、トークンがその場でもらえるということなので、あの選手へ期待を書き込みました。あ、でも今大事なのは得点、得点で町野選手、得点、町野選手の得点シーンが見たい大丈夫ですかね。じゃあ投稿します。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。できました。そしてなんとこちらのブースでは、あの湘南ベルマーレのサポーターさんだけではなく、アビスパ福岡さんのサポーターさんも抽選に参加することができます。ホームかベルマーレのスタジアムでも、はい、アビスパのトークン持ってる皆さんでも楽しめるように工夫されている、はい、ということなんですね。アットホームなんです、雰囲気がいいですね。とても楽しかったです。ここで佐々木さんクイズです。はい、いきなり。こちらはトークンホルダーの皆様で作り上げた応援グッズなんですけども、はい、これ何か分かりますか。これポスター。あ、でもなんかあれでしょう、ハリセンだ、うん、シャクシャクシャって畳んで、うん、はい、正解は来場者に配布される応援ハリセンです。表面に載ってるキャッチコピーもトークンホルダーの皆様からアイデアをいただき、はい、投票で決定しました。先ほどの裏面にはトークンホルダーの皆様からの熱いメッセージが書かれているんです。これそうなんですね。そうなんです。すごい。ちなみに先ほどの女の子はベルマーレクイーンのアスカちゃんです。へー私このハリセン結構好きなんですよね。あ、そうなんですか。ハリセンで応援するの、こう日本のスタジアムでも海外のスタジアムでもよく配布されてるんですけど、特に今コロナ禍で声出しの応援ができないときに、ね、はい、いい音するじゃないですか。いい音するんですよ。一体感も生まれるし、はい、これいいですね。いいですよね。欲しい。続いて第2問、うん、この画面内にはトークンを購入した方への特典がどこかに映っているんですけども、何か分かりますか。めちゃくちゃ広い絵じゃないですか。何何何、傘、傘、かわいいですよね。アイス、アイス、シラス、アイス、あ、シラスの正解はこちらの選手の上りにお名前と応援メッセージを載せることができる特典でした。こちらは谷選手の、はい、ら、こちらはですね、谷選手の上りなんですけども、これちなみにあのかっこよく佐々木さん読んでいただいてもいいですか。緑と青の勇者湘南、最後に踊ろう俺たちと共に。かっこいいですね。そうなんです、かっこいいですよね。でこちらは友井17さんの熱いメッセージでした。これ嬉しいかも。しかもこれこの登りを後日もらうことができまして、はい、ただちょっとこの日雨降ってたんで、はい、多分あのだいぶ苦労されたみたいなんですけど、持って帰る方が確かにね、はい、しかもここに自分のメッセージがっていうところで、自分たちで試合を一緒に作ってるっていう感覚が、はい、味わえる機会だったと思います。ね、これ絶対部屋に飾っちゃうわ。佐々木香織の今更聞けないトークンって何。いや、すごい楽しそうな雰囲気でしたね。でもイベントは全然、はい、むしろまだまだこれからが本番でして。そうなんですか。そうなんです、はい、試合前にスペシャルなイベントに参加してきたので、はい、そちらのリポートをご覧ください。はい、こちらは試合前に行われたスタジアムツアーです。ベルマーレ OB の島村剛さんがアテンドしてくれます、はい。そして当日なんとベルマーレアンバサダーの石原直樹さんも参加してくださいました。試合前にスタジアムツアーできるんですか。はい、そうなんです。すごい。昨年まで現役の石原さんだからこそのこぼれ話もあったりなかったりして、サポーター同士の交流を持てるのがとても楽しかったです。ツアーはまずこちらのスタジアムの中へ向かいます。はい、こちらはあの芝のメンテナンスをしている多分パートナー企業さんから話を受けているところですね。え、これ試合前ですよね。試合前です。こんなピッチの近くまで行けるんですかもう目の前でしたね。すごい。ちなみにミニクイズなんですけど、はい、また出たクイズ、はい、失礼します、はい、スプリンクラーの数って、うわー難しい、いくつだか分かりますか。4つ、片側4つずつぐらい、うんうんうん、8個ぐらい、うんうんうん、いいですか。お願いします。48個。同じ反応でしたいや、よくスタジアムツアーとかこう、はい、ピッチの近くまで行けるツアーってスタジアムありますけど、だいたい試合の後とか試合とは別の日にやるじゃないですか。だからスタジアムツアーもできて、かつ試合も見られるって最高ですね、はい、そうなんです。
これは何やってるんですか？これは、はい、すごいんですけど、このバスから選手が降りてきて、この奥に入っていくんですけど、それをスタジアムの中から見れちゃうっていう。これ楽しい。スタジアムの内側で選手を迎えて見ることができるっていう体験で、もう大興奮でした。もうだから本当にお迎えするっていうことですよね、はい、公式にオフィシャルに入り待ちができちゃう、はい、入り待ちができます。これ楽しい。選手の方と関われる機会なくて。あ、そうなんですか。ないんで、もう普通にめちゃくちゃおー選手だみたいなすごい毎試合本物だスタジアムで喋ってるのにで、しかもこれをベルマーレ OB の下村剛さんだったり石原直樹さんと、はい、こう楽しむことができるので、裏話がね聞けちゃうんですよね。なんかいつも曲かけてるの誰みたいなとか話とかもまあいろいろあったりして、こうもう胸熱がすごかったです。とっても楽しかったです。これだってこの直後に試合見るわけですから、はい、思い入れも増すしテンション爆上がりですね。そうなんです。はい、ということで今スタジアムツアーが終わりました。トークンホルダーの参加者の皆様にちょっと質問してみたいと思います。どうでしたか？スタジアムのツアー初めてだったと思うんですけど、楽しかったですか？楽しかったね。よかったです。谷くんがお好きということで、谷くん好きなんですか？恥ずかしい。谷くん近くで見れてよかったね。恥ずかしかったね。恥ずかしかったね。それぐらいね、距離も近くて、はい、間近にしっかりバッチリ見られるってことですもんね、はい、さらに盛り上がったのが、はい、ベルマーレトークンホルダー VS アビスパートークンホルダーによるバーアテチャレンジ対決。バーアテチャレンジ？そうなんです。 PK ではなくてバーに当てる。結構惜しいシュートもあったんですけど、はい、結局一応双方引き分けということで、はい、あ、もしかして、はい、実況のお手伝いを、あら、応援としていました。いや、でもこれも試合前に行われてるんですか？そうなんです。試合前にこの後選手がここで試合をするっていうピッチでボールを蹴れるっていう。うわ、これ感動ですね。試合の時はバー当てないでねって思いながらきっとみんな打ってると思います。選手が当てないように俺たちが当てるぞ、はい、当てとくぞっていうね、はい、でしかもフィナンシェのアプリ内でこのバー当てチャレンジに参加するよって方が、これからバー当てチャレンジ頑張りますとか、行ってきました、当てられなかったけど試合勝つといいなとか、そういうのもアプリでこうやり取りがあって頑張ってくださいみたいな。交流もできるんですね。はい、交流もありました。この激ムズ企画に参加した方へのイベントの感想を お聞きしました。イベントはもっと参加したいなと思います。トークンが持つ人がもうちょっと広がればいろんなことができるのかなと。結構株クラブとかは結構 いろんなイベントやられてると思うんで、やっぱこう J リーグももうちょっと広がればいろんなことができるのかなと思います。バーテ対決はドローでしたけど、試合は湘南ベルマーレが勝つように応援してます頑張れいいですね。でも実際にこうやってこうトークンホルダーファンの方の意見とかがこう言いやすいですし、そうですね、実際なんかこう一緒にクラブを作っているというか、はい、試合とかイベントも作ってるっていう感じがして一体感が生まれますね。はい、佐々木香織の今更聞けないトークンって何？もう試合前まででイベント盛りだくさんすぎて結構満足してるんですけど試合中にも楽しめるイベントがあるんですよね。はい、そうなんです。試合中も特典がございます、はい、こちらは貴賓室観戦イベントです。めちゃめちゃいいじゃないですか。もう最高のロケーションで、ね、はい、試合を楽しむことができます。お弁当もついてて、お弁当もついてるそうです。なんならちょっと飲みながら、飲みながらビップいい椅子で、いい椅子ですね確かに上から見た方がね、多分ピッチも見やすいですもんね、はい、うん、いや、みんなでね、こう応援してスタジアムの、ね、はい、こう席っていうのもいいけど、ね、うん、一度はこういうビップルームとか、うん、入ってみたい、見たいですよね。
さらにハーフタイムにはトークンバナーを持って場内を一周、ベルマーレトークンを PR してきました。私も一番後ろでちょっと参加してきたんですけども、何よりお客さんが入ってる状態なので、はい、たくさんのサポーターの皆様から拍手をいただけるのがとても楽しかったです。すごい。試合中ってことですよね、ハーフタイムだから。そうです、ハーフタイム中に実際にピッチの周り歩けるんですか。はい、もう気分がアイドル。本当ですよね、いろんなところに手を。ちょっと動物愛やってるぐらいの気分です。 うわーこれすごい。でこちらは試合終了後なんですけども、うん、まさに先ほどまで熱戦が繰り広げられていたピッチで写真撮影が、もう全然どこでも撮れるので、まあ、ベンチで撮ってらっしゃる方とかいらっしゃって、さっきまで監督とか選手が座ってたベンチに座って、だから監督ごっことかもできて、これで楽しいんですよ、監督ごっこ。わあ、私もこれね、アーセナルっていうチームのファンなので、あ、はい、エミレーツスタジアムに行った時に、ちょっと当時の、ね、監督のベンゲル監督っていう監督が、はい、ジッパー、はい、ジャンパーのジッパーをチャックと戦うっていう、それがなかなかこう、上げ下げできなくて苦悩するっていう有名なシーンがあったんで、はい、私も実際その監督の席に座ってチャックが開かないっていうちょっと芝居をしてきたことがあるんです。めちゃくちゃ楽しそうですね。監督にそういう名シーンがあったりするとね、そういう遊びもできるんで、ベンチに座れるのいいな。いいですよね。はい、ということでフィナンシャダービー終了いたしました。試合の結果の方は引き分けということで、まあ、新加入の選手 のプレーが見えたのでとっても楽しかったです。一日フィナンシェさん の、ね、イベントとかたくさん参加させていただい いただいてとっても楽しかったので、ぜひ佐々木さんも次回はデモンスターへお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しそうですね。めちゃくちゃ楽しかったです。これ結構思った以上でした。まあ、私結構今回のこの試合ではサポートみたいな感じで入ったんですけど、はい、もうガンガン楽しんでました。楽しんでましたよね。楽しんでました。楽しいなと思って。でもそれが大事ですよね。やっぱりね。ファンの皆さんとこうやって交流できるっていうのがすごく楽しいですよね。はい、もうこの楽しんでる様子を見て、うん、あ、トークンホルダーなったらこんなに楽しめるんだなっていうのが伝わってたら、これで正解だったと思いますね。めちゃくちゃ伝わりましたよ。よかったです、本当に。本当にちょっとこう予想の遥か上を超えるイベントだったので、うん、これもベルマーレならではの多分いいところだと思うんですけど、もともとサポーターの方とそのクラブが結構密着して、地域密着という形でやってるので、うん、さらにこのトークンを使ってで、フィナンシェのアプリ内でどんどん言っちゃえばやってくれちゃうところがあると思うんですよね。もうぜひ湘南ベルマーレのファンの方は特に利用してほしいなと思いますし、はいはい、思います。こうね、他のクラブでも広まっていくといいなと思いますね。そうですね、これでね、全体 のフィナンシェさんだったりも、チームも全体で盛り上がっていけたら楽しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はトークンが実際に利用されている、活用されている事例を一緒に見ていきました。これでさらにトークンへの理解がね、深まったと思います、はい、これ私も結構トークンマッチってなんだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、実際にこうやって紹介していただいてすごくびっくりしました。いいイベントだなと思いました。自分の応援するチームをより身近に感じて、より愛するきっかけになったんではないでしょうか。皆さんもぜひこのトーク始めてみてはいかがでしょうか。ということで池部さん、今回は1日フルでロケありがとうございました。ありがとうございました。また、あれでしょうね、ベルマーレのスタジアムに行ったらお会いすることももしかしたらあるんですよね。はい、ホームジェアは必ずいるので、ぜひお声かけしてもいいんですか。お願いします。よろしくお願いします。遊びに来てください。スタジアムで今度会いましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、以上、佐々木香織の今更聞けないトークンって何でした。ありがとうございました。